それではただいまより G1 第24回女子王座決定戦競争選奨会スタートです。さあ、それではトップバッターから紹介していきましょう。王座は昨年続いて2回目の出場、初出場の下関ではいきなり優勝戦進出とブレイク。今回は勝率ナンバーワンモーター26号機を引き当て注目度急上昇、鎌倉涼。おはようございます。ニコニコボートレース部トーニーレーサーの鎌倉涼です。自分らしいレースできるように頑張ります。応援お願いします。はい、応援よろしくお願いします。さあ、続きまして王座はついに叶った初出場、昨年末の尼崎第14戦を制して優先出場切符獲得、今年2月の最優秀新人選手の表彰を受け、さらなる活躍を誓います、平田環奈。ドドスカスカスカドドスカスカドドスカスカドドスカスカガム収入頑張ります。はい、楽しんごできました。拍手のよろしくお願いいたします。さあ、そしてこちらも王座初出場、最後の小島女子リーグで出場権を手にしましたザ・ブラックダイヤモンドのシンデレラが全国の舞台に羽ばたきます、川野芽衣。おはようございます。初出場で来ました。一生懸命頑張るね、応援してください。はい、カメラだけは撮らないようにちょっと順番がありますのでよろしくお願いいたします。さあ、そして王座は2年連続の出場、女子リーグの実績は昨年2度の優勝戦進出、コーナーワークに磨きをかけて道中での確実な戦いを繰り返せます、松本明恵。明恵が夢を見た女子王座勝ちたい、協定六色六色の秋が、あなたはどの色にするボートレース。はい、拍手お願いします。さあ、そして王座は第21回の地から4年連続出場、前回の下関で初の予選突破、昨年春の地元丸亀の女子リーグ完全ルール級を女子王座で披露なるか、平山ちか。ちかが夢を見た、あ、隔離なんでやめときます今まで応援してくれた人たち、ファンの方々のために、一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてこちらも王座4年連続4回目の出場です、昨年地元の女子王座で優勝戦を経験です、 SG 戦で遭遇した厳しい戦いで成長し一段とパワーアップしての登場です、魚谷香織。おはようございます。たくさんの支えてくれてるファンの方とたくさんの先輩や後輩や、旦那さんに支えられてるんで、今節はいいレース見せたいと思います。応援してください。はい、応援よろしくお願いします。王座は2年連続2回目の出場、前回の女子王座は悔しばかりの6日間でした、今回こそは第一目標の G1 水準祭ダッシュを目指します、藤崎さゆり。拍手お願いします。おはようございます。新鋭王座で同期が一生懸命頑張ってたので私も負けないように頑張ります。はい、負けないで頑張ってください。怒涛の勝率アップが実って昨年の悔しさを晴らし、王座は一昨年の尼崎以来2回目の登場、初出場時にかなわかった G1 初勝利がノルマです、加藤綾。おはようございます。いつものように頑張りたいと思います。応援お願いします。はい、笑顔いっぱいです、頑張ってください。デビュー8年目でついに成就した王座初出場、オートレースの父譲りの速攻が最大の武器、敵に圧迫感を与える攻めで魅了します、鈴木成美。おはようございます。寺小屋の優しいおじさんに優勝しなきゃ帰ってくんだって言われたので、家に帰れるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、応援してください、頑張ってください。王座は3年連続の出場、選考期間中はファイナル進出はないものの耐え抜いての出場権獲得、ベースアップの成果の発揮なるか、西村歩。おはようございます。横断幕ありがとうございました。頑張ります。はい、頑張ってください。王座は2年連続2回目の出場、女子リーグでは予選突破率が上昇し3度の優勝戦進出、今年に入って2度のオール女子戦優出など着々と実力は備わってきています、今井由里。おはようございます。秋井さんには叶いませんけど、昨日27歳の誕生日を迎えました、27歳初めてのレースでいい見つけれるように頑張ります。井上さん、プレゼントありがとうございました。一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、頑張ってください。さあ、群馬勢が続きます。王座は2年連続4回目の出場、前回の下関は G1 水準戦をはじめ3勝マーク、今回は前回できなかった予選突破を大事目標に懸命な試練を全うします、土屋千秋。ななちゃんとかぶりました。でもドドスカスカスカダダスカスカスカダダスカスカスカラブチューニュ。
ボートとモーターと私自身にラブ注入して一生懸命走ります。応援してください。はい、ラブ注入して頑張ってください。楽しんご2号でしたね。さあ次行きましょう。王座2年ぶり4回目の出場、3回目の挑戦だった尼崎女子王座では12進出、先月の戸田オール女子戦でデビュー初優勝と上り調子です。宇野弥生。おはようございます。初めて綺麗な体できました。ここに来れなかったママの分も私らしく走りたいと思います。応援お願いします。はい、その分まで頑張ってください。さあそして王座は6年連続7回目の出場です。今回も前回に続いて女子リーグ戦 V での優先切符、発想力豊かな攻めでまだ達成したい予選クリアが第一ノルマです。細川優子。おはようございます。1年間いろいろな人に助けてもらいました。一層一層感謝の気持ちを忘れずに走りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、応援頑張ってください。王座は大村の第18回大会から7年連続の出場、昨年玉川第13戦では大混戦制しての部位、近況の数字は A1 級ペースと好調モードです。金田由紀子。はい、私はこの日のために特に何もしてきてないけれど最後まで諦めたくないんだ。ふっ、やってやるです。はい、可愛らしかったですね。さあ次行ましょう。王座は3年連続4回目の出場、誰よりも今回の女子王座にかける思いは負けません。先々月のミグニレディスカップ優勝2着と準備は万全で挑みます、佐々木ひろみ。おはようございます。すいません、頑張ります。はい、頑張ってください。気持ちは誰にも負けていません。王座は6年連続6回目の出場、2期連続 A2 級と最近も安定感十分、前回のミクニは昨年夏の女子リーグ優勝と好成績を残しています、片岡恵里。おはようございます。いつも通り頑張ります。ミスズ見とってね。次は超美人な人が出ます。はい、はい、普段の力出して頑張ってください。王座は3年連続5回目の出場、ミクネル水明は2年半ぶり余りと久々、今季に入って3年対立 70% 超えと好調の波を持続しています、堀之内清子。後ろ姿美人の堀之内です。今節頑張ります。はい、マイクだけはさしてくださいね。はい、さあ王座は3年連続4回目の出場です。前回ミクニレディスカップでは苦境を味わいました、熟考を重ねて今回は記録の仕上げに全神経集中させます、茶谷さくら。おはようございます。今節は旦那のために子供のために、皆さんのために頑張ります。応援お願いします。はい、頑張ってください。そして王座は9年連続9回目の出場、そのうち2度の女子王座ファイナリスト入り、今回はナルトリーグ第3戦 V での優先出場切符獲得での参戦です、永井まさみ。おはようございます。頑張ります。はい、頑張ってください。王座は5年連続6回目の出場、4年前の第20回の徳山では女子王座の優秀実績、切れ味あふれる堅実な運びを徹底させていきます、池田ひろみ。おはようございます。横断幕ありがとうございます。応援してくれている人がいるので頑張ります。はい、頑張ってください。王座は7年連続8回目の出場、3年前の第20回2女子王座で初のベスト6入り、昨年夏の三国女子リーグ優勝と好感触で立ち向かいます、香川元子。おはようございます。数少ないファンの人たちのために頑張ります。応援してください。いや、全国応援してます、頑張ってください。王座は5年連続5回目の出場、4年前姉妹で優勝を決めた徳山女子王座など予選突破率は上々、厚みのある機動力を武器に攻め込みます、池田明美。おはようございます。頑張ります。王座は5年連続7回目の出場、前回の島の月は予選得点トップの快進撃ながら準優で審査を舐めました、その悔しさバネに乗り込んできました、池田志郎。ありがとうございます。地元の先輩にいっぱいアドバイスもらってきました、頑張ります。はい、成果が出るように頑張ってください。王座は2年1年の第14回玉川女子王座から11年連続11回目の出場、評価された粘りのシーンが一層グレードアップされています、中谷智子。おはようございます。三国は大好きな水面です。今節は何かを掴んで帰りたいと思います。頑張ります。はい、好愛称の水面です。頑張ってください。王座は8年連続10回目の出場。4年前の徳山の流出が女子王座の最高成績。大胆かつ、そして豪快な攻めっぷりに王座の舞台でさえ渡らせます。五反田忍。おはようございます。一節間よろしくお願いします。はい、一節間頑張ってください。王座は2年ぶり9回目の出場、13年前当時 G2 グレードだった三国第11回女子王座の覇者、その再現を狙って秘めた勝負強さを発揮します、西村恵。おはようございます。家族の協力
くありがとうございます、感謝の気持ちを込めて走りたいと思います。よろしくお願いします。はい、頑張ってください。王座は3年ぶり2回目の出場です。最後の最後、52番目で今回の女子王座出場を決めました。意外性あふれた独自の仕掛けを強調します、早坂梢。おはようございます。いいレースができるように頑張ります。応援してください。はい、いいレースできるように頑張ってください。王座は3年連続10回目の出場、昨年はタフな走りが増強されまして2期連続で A2 級キープ、メーカーキー18号機走り、初の王座予選突破に照準絞ります。岸恵子。おはようございます。いいエンジン引きました。応援してくれる人のために精一杯頑張ります。はい、いいモーター引いてきました、頑張ってください。王座は第17回玉川大会以来7年ぶり4回目の出場、先制パンチ浴びせる戦術は息を呑み、今季勝率6点オーバーは要警戒の存在です。太田雅美。おはようございます。頑張ります。はい、頑張ってください。王座は2年連続11回目の出場、上気の攻めが功を奏し、過去2度の女子王座に出、持ち味のしなるハンドルワークで着々と率を残していきます。武藤彩子。おはようございます。精一杯走ります。お願いします。こちらは王座2年ぶり11回目の出場です。徳山第15回女子王座優勝筆頭に準優勝進出回数7回、昨年末の三国競艇大賞 V と追い風要素を秘めています、水口由紀。おはようございます。今できることを駆使して頑張ります。応援してください。はい、昨年末三国優勝しています、頑張ってください。王座は4年連続9回目の出場、どの位置からも的確な攻撃を放てるのが一番の強み、当時は前回戦線離脱しているだけに名誉挽回を狙っていきます、中里優子。おはようございます。まさしー、ゆうたー、ママは輝く。応援してください。さあ、そして王座は5年連続11回目の出場、ちょうど2年前の尼崎女子王座のチャンピオンです。近況の一躍数の増加は上向き傾向に証になってきています、新田よしみ。おはようございます。カメラはどこかな、ここかな、ドヤドヤ顔で頑張ります。ドヤ、ありがとうございます。さあ、次行きましょう。ガチッと無駄なくアベレージを残して王座は15年連続17回目の出場、スロースイキの高バランスとチルトを明治にはめる攻撃は見逃せません、福島陽子。おはようございます。今の自分にできることを精一杯一生懸命やってみます。応援よろしくお願いします。はい、チルトを跳ねることもありますので、そのあたりも注目してください。そして王座の連続出場としては今節メンバー中最多22年連続22回目の出場、これまで2度の女子王座ユース、今回トップ3に入る15キロの16号機を引き当てました、スミひとみ。いつの間にか出場回数だけはトップに立ちました。記録更新のためにも来年の切符をここで取って帰りたいと思います。ご声援よろしくお願いします。はい、頑張ってください。前回は優勝戦まで駒を進めています。そして王座は12年連続21回目の出場、女子王座8度の優出は歴代2位タイ、整えたモーダーの威力をバッキに女王争いの一角に名乗りを上げられるか、谷川理恵。もう捨てるものも守るものもありません、思い切りいきます。さあ、続いていきましょう。王座は10年連続20回目の出場、前回の下関では4年ぶりの予選を突破、今季は勝率6点台に乗せて、近況は2度の輸出実績とリズムは良好です、佐田の久江。おはようございます。今節のためにプロペラは作ってきませんでしたが、体力は作ってきました、頑張ります。さあ、そして王座は2年連続19回目の出場、女子王座はこれまで6度の優勝、歴代5位タイ、今季は3連続優勝など A1 勝率ペースと高テンポです、高橋敦美。さっき整備場にいたら、後ろから見たらこんな新人選手おったかなって整備さんに言われました。もう24年経ちます。まさにオチありがとうございました。さあ、続いていきたいと思います。王座は7年連続18回目の出場、過去の女子王座は3度の優勝など常に安定感十分、三國も昨年末の三國競艇大賞優勝2着など好相性の水面です、垣内清美。おはようございます。柴田さん、あのプロペラありがとうございました、頑張ります。はい、頑張ってください。さあ、そして王座は9年連続22回目の出場、女子王座の実績は虎の第9回、玉川第14回2度の優勝、今季アベレージ8点オーバーと驚異の成績は絶対注目、山川美幸。三國は22、3年前に初優勝した水面ですが、特に得意ではありません、様子を見て買ってください。はい、でも近況絶好調です、頑張ってください。
そして王座は2年連続21回目の出場、温水パイプを装着してから急上昇の11号機を手にしました。パワーを最大限に活用した走りを徹底させます。宮本のりみ、私も三国は初優勝したところです。なので頑張りたいと思います。そうしたら ACU 頑張るからね。はい、頑張ってください。さあ、そして王座は10年連続ながら女子レーサーナンバーワンの23回目の出場、三國はデビュー初恋の思い出の水面、さらに直近の宮島で通算2度目の V と同行は必見です。渡辺千草、おはようございます。先生活ピークを迎えようとしております。ただいま絶好調です。応援してください。はい、直近の混合戦で優勝を飾っています。頑張ってください。さあ、そして王座は7年ぶり11回目の出場ですが、昨年秋レーセルの大怪我で長期の戦線離脱を克服しての参戦です。苦しみを乗り越えての復帰対戦、西元子。受賞座もレースも久しぶりです。一生懸命頑張りますので最後まで応援してください。はい、復帰対戦、応援の拍手のよろしくお願いいたします。そして王座は選考第51位で2年ぶり21回目の出場、5度の王座優勝と熟練の技は今も健在、最近の率は A2 ペースと調子を上げています、佐藤幸子。おはようございます。娘の千秋と千鶴からたまにしな面白いことを言ってよと言われましたが、50になってできません。オチでした。はい、さあ、そして2年連続22回目の王座出場、女子王座創世記の中心レーザーでこれまで3度の女王の栄冠を奪取、コース取りからファンの視線を釘付けにします、鵜飼直子。皆さん、またお会いしましたね。直子おばあちゃんですよ。おばあちゃんはね、前職ターンもモンチもできません。でも小娘たちには負けませんので買ってみてね。はい、もう本当にベストパフォーマンス賞です。すごいですね、鵜飼選手がするとは思いませんでした。はい、どちらに行っていいかもわからなくなってますが、鵜飼選手本当にありがとうございました。さあ、46名の選手がこういう風な形で揃いましたが、もちろんあと6人は誰かということになれば、もちろんドリーム戦のメンバーということで、ファンの方もさらなる盛大な拍手声援が出てくると思いますが、それではここでドリーム戦の6選手1号艇から順に紹介していきます。まずは4年連続19回目の女子王座出場、スキルの高さと強い精神力で昨年は3度の G1 優勝、先行勝率 7.33 と勝率ナンバーワンとなりドリーム戦1号艇に座ります。登録番号3188、日高いつこ。つい最近私の大事な友人が癌になって手術しました。そしてファンの方にもたくさん癌の方が何人かいらっしゃいます。そういう同世代の方を少しでも、元気づけられるよう頑張りたいと思います。さあ、ドリーム戦は1号艇を開く選手、さあそれでは2号艇紹介していきましょう。10年連続10回目の女子王座出場、昨年の女子リーグ戦は唐津キルーツと V3 を出して先行勝率 7.31、 第2位ドリーム戦2号艇田口節子。おはようございます。去年寺田さんが優勝しますと言って優勝されたので、私も言うだけなさなので言っておきます。優勝します。さあ、それでは紹介していきましょう。14年連続15回目の女子王座出場、 SD 戦線で鍛えられ7年ぶりの女王の座に照準を合わせます。先行勝率 7.17 は第3位、ドリーム戦3号艇は雲野ゆかり。おはようございます。いつもたくさんの応援ありがとうございます。フライングを切ったばっかりですが気持ちは負けません。最後まで応援してください。さあ、元気いっぱいでしたが、さあそれでは続きまして紹介していきましょう。2年ぶり14回目の女子王座出場、前回自己率オーバーで出られなかった悔しさを晴らす時が来ました。先行勝率 7.09 と第4位、ドリーム戦4号艇浅田千秋。浅田さん、ちょっとはいいとこ見せてやったらいいのに。ピシッとコメントが終わりました。さあ、そして5号艇紹介していきましょう。4年連続4回目の女子王座出場、常滑と福岡で昨年リーグ戦 V2 王座の優秀の名を自らに課します。先行勝率 7.01、 第5位はドリブ戦5号艇三浦絵里。おはようございます。何年経っても鵜飼さんみたいなパフォーマンスはできないと思うんですけど、水面の上で頑張りたいと思います。応援してください。
さあそして1号艇から5号艇まで紹介しましたが、ラストはこの人です。8年連続18回目の女子王座出場、前回覇者であること、昨年 V7 の実績が評価されてもドリーム戦抜擢です。ラストはディフェンディングチャンピオンドリーム戦6号艇寺田千恵。おはようございます。2連覇目指して頑張ります。応援お願いします。すごい距離でしたね最後は。さあ今今回の第24回 G1 第24回女子王座決定戦に出場いたします。52名がここで勢ぞろいいたしました。今一度皆様盛大な握手、そして声援をよろしくお願いいたします。そして福井ミラクルエレファンツの皆さんも あちらの方でツールの方で見守っていただきました。エレファンツの皆さんもう一度大きな握手をお送りください。なおですね、記念ボール受け取った方はですね、ボートレース三国特製バスタオルとそして携帯ストラップを引き換えますので、1号館案内所で後で引き換えますので、そのあたりも含んで皆様そちらの方にお進みいただければというふうに思います。それではここからまた、重森アナウンサーの方にマイクをバトンタッチいたしますのでよろしくお願いします。選手入場、アナウンサーは小林修司アナウンサーによります、選手紹介でございました。なお小林アナウンサーにはこの後のドリーム戦のインタビュー、そしてまた会期を通じまして実況のアナウンスも担当されるそうです。どうぞまた熱戦をお楽しみいただきたいと思います。それではセレモニーの方に移らさせていただきましょう。ここで優勝旗の返還です。昨年の大会で見事に優勝を果たされた寺田千恵選手より優勝旗が財団法人日本モーターボート競争会蜷川浩二会長に返還されます。寺田選手、中央にどうぞお進みくださいませ。それでは寺田選手より優勝旗の返還です。続きまして蜷川会長より寺田選手にレプリカが手渡されます。皆様大きな拍手をお願いいたします。寺田選手ありがとうございました。元の場所にお戻りくださいませ。それではここで出場選手を代表いたしまして3人の選手の皆様にご挨拶をいただきます。川野芽衣選手、平高奈々選手、鎌倉涼選手の100期いわゆる同期選手がファンの皆様にご挨拶を申し上げます。よろしくお願いいたします。早朝よりのご来場誠にありがとうございます。本日より開催されます第24回女子王座決定戦競争に出場する以上52名は自分の持てる力を全てを発揮できるように頑張りますので、最終日最終レースまでご声援、ご来場よろしくお願いします。はい、女子王儀ございます。皆様大きな拍手をお送りください。平成23年3月1日選手代表川野芽衣、平高奈々、鎌倉涼、ありがとうございました。ご紹介した通りこの3人の選手は実力もさることながら同期の選手でございます。まあ、ファンの皆様の方が重々ご承知だと思います。時代を担う女性レーサーの3人にご挨拶をいただきました。ではここで選手班長の日高逸子選手にもどうぞ中央にお進みいただきます。皆さん大きな拍手をお送りください。そしてまた代表挨拶をしていただいた川野選手、平高選手、鎌倉選手、この4人の選手に対しまして激励の花束贈呈となります。福井ミラクルエレファンツのイケメン選手より花束が贈られます。
福井ミラクルエレファンツからは慶谷誠太郎選手兼コーチ、小田一成キャプテン、そして内田孝義選手、藤井博美選手の4人の選手です。それでは花束の贈呈となります。どうぞ。ありがとうございました。福井ミラクルエレファンツの4人の選手の皆さんに大きな拍手を送りくださいませ。以上をもちまして G1 第24回女子王座決定戦選手紹介終了でございます。これから各選手は華やかなこの選手紹介の場から一路女の戦いの場ピットへと向かってまいります。3月6日表彰式のこの頂点に立つのは一体誰なのか、不安の皆様とともに歴史の証人としてまた会期を楽しみたいと思います。それでは選手退場になります。皆様戦いの場へ大きな拍手で送り出してください。選手退場です。52名の選手はピットへとまた己の戦いの場へと向かってまいります。どうぞ皆様大きな拍手でお送りください。